ジャスパルと申します。こんにちは。メンテナンス&アップデートバージョン 1.0.15 の予告が発表されました。かなりね、想像よりも多数のバランス調整が行われるようで、盛りだくさんな内容となっておりました。皆さんと一緒に確認していきたいと思います。そしてね、毎度のことながらアップデートのタイミング、注意事項もありまして、時間がない方のためにね、さっと注意事項だけお話ししておくと、朝ごはんが10時までしかあげられなくなるのはあさって木曜日で、進化後のポケモンを博士に送るのはアップデートが終わるまで待った方が良さそうです。ということで中身見ていきましょう。いつもポケモンスリープをご利用いただき誠にありがとうございます。アプリバージョンアップを目的として下記日時よりメンテナンスを行います。メンテナンスの実施期間2023年12月14日木曜日10時から終了予定は同日14時半までとなります。ということで今日が火曜日12日ですので、あさって木曜日は朝ごはん10時までにあげるようにしてください。14日木曜日は朝ごはん10時までにあげ終えるようにしてください。明日ではないというのがミソですね。また現在メンテナンス中にアプリを再起動した後、メンテナンス中の睡眠計測画面で睡眠導入サウンドとアラームを設定することができない不具合が発生しているみたいです。今後のアップデートで修正、こちらは予定されています。さあそれではアップデート予定の項目見てまいりましょう。まずは新機能ホリデーイベントの準備と総合ショップにデイリーギフトが追加されます。毎日受け取れる無料のギフトです。ポケサブレやダイヤなどランダムで1種類のアイテムが入っていますとのことです。この書き方だとポケサブレ、ダイヤ以外のものも入っていそうですね。一体何種類の中からランダムで選ばれるんでしょうかね。その量がどれぐらいになるのか、これは多分実装されてからのお楽しみということでしょうね。木曜日楽しみにしていきましょう。さあそしてゲーム内容、木の実や食材をフリックで拾いやすくなる調整が入ります。マルノームなどの体の大きなポケモンで木の実が隠れてしまう課題を調整しましたとのことです。またソーシャルリサーチ画面のフレンドの並び順について、リサーチ受取日が新しい順に並ぶように変更されるみたいです。以前からね、このソーシャルリサーチのフレンドもう少し整理しやすいようにしてほしいよっていう声ね、いくつか私もコメントで頂戴してたんですが、フレンドの画面でね、いつもこう下の方に固まっている人がいたら、それはもしかしたら最近プレイされてない方ということになるかもしれませんね。そして道具バッグ、さらに食材バッグの拡張上限が500から600に引き上げられました。こちらね、食材バッグの上限500個じゃ足りないよなんて声もね、ちらほら聞こえておりましたので、嬉しい調整になるんじゃないかなと思います。また端末の時刻設定が連続で変更された場合、一時的なプレイ制限がかかるように変更されるみたいです。ポケモンスリープにも例えばね、スイッチの時間を動かしてどうのこうのするみたいな裏技ってあったりしたんでしょうかね。まあとにかく制限がかかるようになってしまうそうです。またマップ画面で寝顔未発見のポケモンの表示テキストナンバーをハテナハテナハテナに変更するということです。今までね、こうマップ画面のところで新追加ポケモンがナンバーなんだからこのポケモンで確定ですみたいな動画、私もいくつか出してきたんですけれども、言ったらこれがわからなくなるという調整ですね。これはね、ネタバレが好きじゃない方々にとってはね、非常にありがたい調整になるんじゃないかななんて思います。そして端末のストレージの空きが 100MB 以下の場合、十分な空き容量がないことを伝える表示を追加とあります。このゲームね、毎日寝言とか録音してたりするので、意外とね、容量食うんですよね。私たまにキャッシュクリアしたりしてます。そしてソーシャルリサーチ受取件数の上限を1日50件までに変更したそうです。今まではこう2回リサーチとかでもっと多く受け取れる設定になっていたということでしょうかね。そして睡眠リズムの評価が著しく悪くなってしまっていたケースの調整ということで、1日2回睡眠計測をして長い時間を行った睡眠計測が失敗した場合、もう一方の短い時間を行った睡眠計測を睡眠リズムの評価に含めないように変更しましたということです。これね、分割睡眠税には非常にありがたい調整なんじゃないかなと思います。こういう細かいところからやっていただけるの嬉しいですね。さあそしてどちらかというと今回の目玉はここになるんでしょう。バランス調整参ります。一部のポケモンで博士にポケモンを送った時にもらえる飴の数がアップということで、進化後のポケモンを送った時に飴増えそうです。例には不思議草が5個から7個に、不思議花が5個から10個に表示されていました。もしかするとフレンドポイントで管理されていたりするかもしれませんね。フレンドポイント12族不思議草であれば7個、20族の不思議花であれば10個みたいな感じで、無進化ポケモンたちも送った時に増えてたりするかもしれませんね。あとはヤドキングとかゴローニャとか、そのあたりがどうなるか気になるところです。また以前から告知がありました通り、メインスキル夢のかけらゲット S の効果値アップとなります。レベル1の時がもともと88位だったのが240になり、レベル6の時568だったのが1260に、だいたい3倍弱ぐらいに強化されることになりました。個人的にはもう一声って感じかななんて思っていたんですが、まあね、毎日コツコツやることをね、こう想定されているゲームなので、この辺が限界だったということなんでしょうかね。例えばメインスキルレベル6のルカリオがスキル特化で1日5回スキル発動してくれたら、まあだいたい6000夢のかけらぐらい、これを1週間で4万かけらぐらいという感じになるでしょうかね。高レベルのポケモンをねたくさん抱える課金勢の方からすると結構心もとない数値かななんて思いますが、今後の評価に期待ですね。さらにメインスキルお手伝いサポート S の効果値もアップします。レベル1の時が4から5に、レベル6の時が9から10にとなるので、全てのレベルでね、1回お手伝い回数増える調整になるみたいですね。いや、これ全国のサンダースファン、ウィンディーファンの人たちには非常に朗報なんじゃないでしょうか。もともとね、ちょっと現状使い道に薄かったお手伝いサポート S 強化されましたし、エナジーチャージ M なんかとは違って、ポケモンたちが育てば育つほど強くなっていくスキルでもあるので、将来性も込みでまた一つね評価上がったのかななんて思います。さらにスキルタイプ全体に強化が入ります。得意なものメインスキルのポケモンのメインスキルが一定回数以上発動しなかった場合、発動しやすくなるように調整されるみたいです。これによりもしかするとお手伝いスピードが上がっているスキルタイプの評価がさらにぐっと上がるなんてことにもなるかもしれませんね。またこのあたりはね、研究だったり解析あたりにね、期待して続報を待ちたいなというところでもありますね。そして、ウィークリーミッション、カビゴンを指定の評価まで上げるの3つ目、ポケモンのお香がもらえるミッションの達成をより簡単にしてくれるみたいです。いや、卯の花雪原とかね、きつかったですからね。最近ね、イベントでお香をいくつ使うみたいなミッションも追加されたりしてたので、とてもありがたい調整だなと思います。そんなわけでバランス調整ここまでになりまして、以降は不具合の修正です。サーバー混雑時にお知らせが正常に表示されない不具合、睡眠計測後のポケモンボックス内にいるポケモンの元気回復量について、性格が元気回復量（下降）の場合、元気が80までしか回復しない不具合、睡眠リサーチでボーナスサブレを自動で上げた場合、ミッションのポケサブレなどを丸個使おうなどに反映されない不具合、Apple ID を使って引き継ぎを行った場合、ごく一部の環境でエラーが発生し進行不能になる不具合、この4つの不具合が解消されたみたいです。ボックス内のね、元気が80までしか回復しなかったの、これ不具合だったんですね。よかった。仕様である可能性もあるのかななんて思ってたんですが、ちゃんとね、元気回復量下降の子たちでも100まで今後はね回復していってくれることになるみたいですね。そして最後は Android 固有の不具合の修正です。Android 端末でお知らせのテキストサイズが端末側のフォントサイズ設定の影響を受け正常に表示されない不具合、これらが修正されるみたいです。引き続きどうぞよろしくお願いいたしますということで、なかなか盛りだくさんなアップデートとなりそうです。改めてね、大事そうなのはこの辺になるかなと思います。今後もね、こういったバランス調整適宜入ってきそうな感じがするので、ね、自分が使っているポケモンたちが強化されたりなんてしたらね、非常にありがたいですよね。そんなわけで冒頭にもお伝えしましたが、注意事項は朝ごはんが10時までしかあげられなくなるのは木曜日14日です。そしてアップデートの後に進化後のポケモンたちは博士に送った時にもらえる飴の量増えるみたいなので、これも14日のアップデートが終わるまでは送らないようにしておいた方がいいかなと思います。そんなわけでね、もしかしたらこのアップデート以降スキルタイプのポケモンたちがものすごく日の目を浴びるなんてことになるかもしれませんね。またデイリーギフトにね、何が入っているのかだったりも木曜日楽しみにしていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますと動画制作の励みになります。本当にいつもありがとうございます。それではね、引き続きホリデーイベントの準備進めてまいりましょう。木曜日の朝ごはんは10時まで、木曜日の朝ごはんは10時まで、またね、バイバーイ。